にちは、トシです。ストレッチポールを使ったペコン骨盤調整法を、この間レッスン動画を出したんですけど、ストレッチポールの上に乗らなくても同じことができるのではないかということもあるので、ちょっと不安を解消する方法、やり方も、紹介してみようと思います。ストレッチポールの上に乗らないでも同じ動作エクササイズはできるんですけど、そうすると、筋バランス、筋肉の硬い方柔らかい方などを整えていきながら骨盤を整えるっていう形になるんですけど、ストレッチポールに乗ると、それも含め、骨の関節も、一緒に調整していくことができやすくなるので、一人でできる、リアライメント、歪みを調整するエクササイズとしては、やはり、単純に寝転がったりしてやるよりはストレッチポールを使った方がより効果的にできるので、今より、よりいい体のに調整していきたいという方はストレッチポールを使うのがおすすめです。それでは、不安定にならないために、安全にするために、する方法をやっていこうと思います。ペルコンでは、足を上げる動作っていうのが入ってくるので、ここでかなり、慣れない人とか筋力が弱い人は不安定になるので、安全性としてどうなのかっていう部分っていうのが出てくると思います。まず、普通にこの丸いストレッチポールに乗れる人だったら片足から始めてみるといいと思います。片足を上げて足を振ったり動かすっていうのを左右交互に繰り返してもらえれば、かなり、不安な部分っていうのは、なくなってくるんじゃないかなと思います。続いては、丸いストレッチポールではなくて、その大体半分ぐらいのハーフカットっていうのを使ってやってみこいこうと思います。ハーフカットを、組み合わせて使うパターンです。ストレッチポールに乗って、不安定な人はハーフカットじゃなくてもこれはできますが、腕の下、足の下にこういった厚みのあるものを置きます。そうすることでストレッチポールと、下についている手足の差が少なくなるので、かなり安定感、不安感を取り除くことができると思います。ハーフカットを、身長に合わせて2つから3つ縦に並べて使うと、見てわかる通りストレッチポールの半分ぐらいの高さになるので、不安感のある人にはこの使い方の方が、いいと思います。ストレッチポールにもこの丸いのと半分のハーフカット、まだもう一個この中間の細くて少し柔らかめの、ストレッチポールもあるんですけど、まあ体力や自分の用途に合わせていろいろ使ってもらえればいいかなと思います。でベーシックセブンはこれでできるけど、両足を上げるようなベルコンが怖ければ、片足ずつ上げてみたりとか、ハーフカットとか、に変えてもらったりしてやってもらえると、ストレッチポールを使ってより、今までのエクササイズにプラスして効果的なエクササイズができると思うので、試してみてください。